さんこんにちは、じゅんです。そしてつつさんです。こんにちは。こんにちは。失礼します。今日は前回ドライバーを探そうと言って、ラボでいろいろ出していただいて、はいはい、レアスヘッドですね。ヘッド、レアス、はい、レアス、はい、シャフトは TRPX の WR っていうものを指して、打って、はい、まあ、ラウンドもしてきたんですけど、はいはい、今日はまた違うドライバーを持ってきてもらいました、はいはい。前回とは何が違うか説明していただいてよろしいですか。そうですね、青木さんがラウンドした時に、はい、ちょっと実際にコースに行った時にちょっと物足りなかったということを耳にしまして、おそらくですね、まあ、ラボで打った時の、はい、よりコースの方が広々しているところでヘッドスピードも上がるんじゃないかというところで、前回あのグローレンシャフトが折れちゃった時にヘッド預かってましたの で、はいはい、 そのヘッドに、前回と同じシャフトの、もう一個だけ硬い、はい、R シャフトで、まあ、いわゆる夏用といいますか、はい、この前のレアスよりももうちょっと元気な時用のドライバーをちょっと持ってきました。はい、これちょっとお試しいただければと思います。はい、お願いします。前回のレアスは何だろうな、アイアンとかのに比べるとちょっと軽く、多分ドライバー単体で何球で打ってたらすっごい、まあ、あの時もものすごい飛んだじゃないですか、うん、それよりもやっぱりコースに行くとアイアン打ってドライバー打ってっていう交互の流れになってますね。今回の方が今青木さんが使ってるアイアン、他のバンドと比べると、重さとか硬さが違和感がないんじゃないかなと思うので、できればちょっとその辺もイメージしながらですね、はい、コースの進んだ振りもちょっと見てみたいと思います。はい、レアスの、レアスの、はい、前回作っていただいたドライバーもすごい飛んでるって言われます。あ、私もやっぱ慣れてくるので。それ青木さんが多分飛ばしやすい。いやなんかすごい飛んでる感じはしてます。あの時に測ったスカイトラックっていう計測器が、まあ、いわゆるヘッドスピードにしろ、はい、ボールスピードにしろ、うん、飛距離換算にしろ、まあ、いわゆる辛いって言われてる機械なんですね。それで200、あの時10とか飛んでましたね。キャリーでそれぐらい出てたんで、そうです。あ、これ僕一緒に回ったら多分負けるなみたいな。そうなんです。それぐらい飛んで、それぐらい衝撃的だったんですよ。すごい飛んでます。ヘッドスピードも出てるんで、はい、あとはそのコースの風に強いとか、気合が入ってきた時に、ちょうど良い重さの打ち損があるとか、多分そこら辺の振り心地の部分があるので、まあ、2本を使い分けていただければ、はい、いいかなと。そんなつもりで今回は作ってきました。ちょっと固めてますね。そうですね、ちょっとしっかりめ、しっかりめなクラブ、はい、打ってみますね。はい、お願いします。お願いします。なんか軽いのにちょっともう慣れつつあるので一旦ちょっと甘くない。データ的に言うと、前回と同じ、まあ、スカイトラック、はい、まあ、場所は違いますけど、機械は同じなので、ここでの飛距離とか、振り心地とか、まあ、ちょっと辛いというか、前回のレアスの方が圧倒的にいい数字なんですね。ただ言えるのは、その後にコースに持っていったら、まあ、ちょっと物足りなかった。そうですね。逆に言うと、今回は、ここでは、多分正直青木さんは、あんまり、すごいコースで飛ぶっていう雰囲気がないと思う。そうです。ということは、前回のレアスと、今回は違う振り心地っていうのが分かった。違います、ね、逆にこれをコースに持っていただいたら、ね、ちょうどいいってなるんですよ。はいはいはい、って見てやっぱりなんていうかな、こう結構安心感のある重さというか、あの使ってるヘッドですね。そうですね。で、あの暴れる感じがないので、私は結構振ってる感じはこの重さっていうのはすごい好きですね。この振り心地を見て、前回のレアスの、後からヘッドの重さをちょっと重くすることもできるので、だんだんその両者が寄ってくるといいかなと。一番僕が今回心配してたのが、これを使って青木さんがすごい物足りなかったらどうしようと。これを使ってもっと硬くしなきゃいけないのか。それはなさそうだったので、それはなさそうです。一番余裕が、まあ、あればいいのが、ドライバー2本持っていって、こう広くて飛ばしたいっていう時と、こう例えばスタートホールとか左右に結構ボビーがある時にはどっちがいいのか、ダブルドライバーみたいなのを一回
試していただけたら、そうですね、なんかいいかなと、はいはい、これはただちょっとスイング見てる限りすっごいいいな、良さそうですよね、はい、ちゃんと当たってる感じもすごいするので、はい、実際ラウンドで試してみたいなと思います。はい、テストお願いします。テスト、はい、ちょっと両方こうなんかエース争いみたいなのができたらいいと思います。そうですね、両方ちょっと試してみて、ちょっとラウンドで今度テストしていただいて、はい、どっちがいい、どっちがいいかというか、もっとどうしたらいいかっていうのをちょっと見てみたいです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ勉強になります。ちょっとコース向きな気がするんですよ。コース向き、そうですね、はい、暴れちゃうんですよ。こっちが嫌だ。感じかなって感じますね、うんうん、ちょっと楽しみですね、はい、よし、これでベストスコア出すぞ。YouTube のこれ小さい。こっちの方が小さい。